皆さんおはようございます。カプリです。ただいま8時半です。コメントいただいてました。ひまわりさん、すみません、毎日ストーカーのようにコメントしちゃって。いやいいですよ、コメント嬉しいです。最近ね伸びないんだよね、アクセス数っていうのがね、コメント数も伸び、コメント数も少なくなって、ツイキャスやり始めてコメント数も少なくなっちゃって寂しかったんですよ。食べるだけの動画全然いいですよ、それ見て満足するんです。ありがとうございます。実はダイエット中です。年齢的になかなか痩せませんね。だからカプリさんの食べるだけの動画は必要なんです。がっつり系が美味しそうです。マックのビッグマックとか。私もね、ダイエット中なんですよ。夜食べないダイエット、今夜食べてないです。朝ちょっとが朝食べて、朝食べて、昼も食べない、朝昼食べて、朝昼一緒の分食べて、そして夜は食べないです。あ、朝食べて昼は食べなくて、3時ぐらいに、もう一回食べて、それで夜は食べないんですよね。だから2回かな、ダイエット中なんですよ。これでも本当ね、落ちない、なかなか落ちないよこの肉は。本当今日はね、そしてすごい雨です。すごい雨ですよ。もう雨がザーザー降ってね、朝早くに7時半ぐらいにねコンビニに行って、朝ごはんを買いに行きました。そしてもうだるいので、もう出るのがね、雨の中出るのがだるいので、コンビニでもう3時に食べる、どん兵衛を買ってきました。今日は本当雨がザーザーですもん。朝起きてんと思って、もしかして洗濯物が落ちてると思って見てみたら、下に落ちてべちゃべちゃでした。また洗濯してます。もう終わったけどね、洗濯しました。もういや、もう梅雨入りだからね。もうでもなんか台風みたいな感じなんだよね、風が強くて。雨の雨音は好きなんですけどね、癒されて好きなんですけど、ここまで降るとね、ちょっと出かけるにも出かけられない状態だからね。びちょ濡れだもんだって、コンビニ5分ぐらいなんですけど、びちょ濡れで行っちゃいました。もうよし行かないと、よし行くぞ、行ってくるぞっていう、なんか心構えが必要なんですよ。あ、もう髪の毛もぐじゃぐじゃ、もう治らないんですよ。もうほんと治らないのこれ。まあアイロンかけてないからだろうけどね、アイロンかけたってもうぐじゃぐじゃになるからって、どこにも出ないのでアイロンかけません。じゃあまた今日もね、今日もこれアップするのは夜だと思います。アクセス皆さん登録お願いします。登録はね、徐々に上がってきてるんです。300名いっちゃった、びっくりしちゃった、ありがとうございます。見るのは多分夜中と、明日か夜中と思いますけど、今日も一日皆さんが無事でありますように、私も無事でありますように。じゃあまたレビューします。ひまわりさん、気にしなくてコメント書いてください、嬉しいです。
ありがとうございます。じゃあねー。